ということでですね、今回はですね、なんとコラボ動画でございます。デュアーズさん2回目でございます。前回ね、至高のステーキっていうのをやったんですけども、かなり好評でですね、ありがとうございます。ウイスキーで一番ハイボールにするまでね、何が一番好きですかって言ったら、コラボしてるからとかじゃなくて普通にデュアーズって言ってるんで、最高に美味しいですね。デザート、昔のレシピから引っ張ってきました。おしゃれなレシピですので、ぜひね、デュアーズ一緒に召し上がっていただきたいレシピになってますので、作っていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。材料説明いきます。バナナ2本、オレンジ1個、バター 20g、 飾り付けのスペアミント、バニラアイス、ちょっと今冷凍庫に入れてあるんですけど、バニラアイス使います。はい、デュアーズの12年、こちらを使って香り高い、洋酒の効いたですね、おしゃれなデザート、こちらですね。で、最高にデュアーズに合いますか、これ、これを、作っていきたいと思います。はい、じゃあまずですね、材料の下ごしらえをしていきたいと思います。デュアーズの12年ですね、これ箱を開けてください、ね、こんな感じのね、ラベルになってますんで、はい、蓋を開けていただいて、はい、香りをかきます。絶対にデザートやな、これ。至高のハイボールの完成でございます。あ、うめ。ハイボールはね、やっぱね、デュアーズ一番うまい。ということで、皆さん、ぜひ作ってみてください。料理研究家でしょ、やる。これ一番うまいからね。忍ぶの言わずにやります。デュアーズ楽しみながらね、やっていきたいと思います。はい、切り方があります。まずですね、こう刃をね、入れてって、こうなんかこうね、ここからね、リンゴをこう剥くように厚くこう剥いていくんですね。厚く剥いていきます。これこんな感じで剥くんですよ。で、こいつはですね、置いときます。バナナなんですけども、今回2本分使うんですけども、ここね、切り落としちゃってください。剥いていきます。はい、今回はね、フルーツを使った、昔ね、かなり練習したレシピなんで、はい、作るのね、5年ぶりぐらいです。でも縦に切ります。こうやってバナナね、縦にね、こうやって、まあ、こんな感じですね。こんな感じで包丁を使うのは ここだけ。それではですね、やっていきたいと思います。緊張するな。緊張をほぐすために、デュアーズハイボールを飲んでいきます。最高にうまいんだよ、これね。超爽やか。ではですね、中火にかけます。バターね、結構使って、20g。 これはね、お好みで調節していただいてもいいんですけども、 20g、まあ、たっぷり使っていただいた方がバナナがうまくなります。中火で熱していきます。バター溶けてきたら、お砂糖ですね、大さじ1半ぐらい炒めてですね、カラメリゼにしていくんですね。だからちょっとね、焦がしていく。そうすると非常にね、いい香りがしてくれます。ちょっとね、色づくまでバターとお砂糖を熱していきます。こうしたらですね、バナナを入れていきます。焼いていきます。ちょっとひっくり返す。ほらもううまそうでしょ。火ちょっと落とします。ここからなんですけども、演出なんですけどね、やらなくてもいいです。一応演出として、まずこの鉄のお玉用意してください。あの、熱しても大丈夫なお玉ですね。オレンジ、さっき切ったこのオレンジがありますね。で、こいつをこんな感じですね。だいたいね、おさじ1半ぐらいですね、20から 25cc ぐらいです。表面落とします。はい、久々だな、これ。お玉をちょっと温めていくんですね。温めるとこうやってですね、お玉に火がついてきます。こちらのオレンジにですね、垂らしていきます。なんでこんなことやるかっていうと、オレンジの皮をですね、このデュアーズが伝ってですね、この皮の香りも、ここの下に落ちるっていう仕組みになっております。はい、いい感じにこうカラメリゼされておりますので、そしたらですね、仕上げに絞ってあげてください。果汁を半分ぐらい絞ったかなぐらいの感じで大丈夫です。もう少しね、火にかけます。これオレンジの果汁が入るとですね、これバターたっぷり入ってるんですけども、すごくね、爽やかな味がしますんで、最高のソースになってます。はい、こいつを盛り付けていきます。デュアーズさんのお皿持ってきていただいたんで、こちらに盛り付けていきたいと思います。重ねる感じでやりましょうか。好みなんですけども、シナモンかナツメグ、はい、これかけてく、振りかけてください。僕はシナモンよりナツメグの方が好きなので、ナツメグ、これね、バナナの甘いのにナツメグ超合います。今温かいバナナが乗ってます。ここに冷たいバニラアイス、これを乗せていきます。ちょっとミントを添えていただいて、このソースですね、ちょっとバニラにもかけようか。
俺が作ったと思えねえなこれ。デュアーズを使ったバランホースター完成でございます。この料理と合わせるんだったらチョトロックでねいただきたいと思います。最高の贅沢じゃないですか。デュアーズで作った料理をデュアーズでいただくんですよ。これね最高ですよね。このデュアーズの箱についてるですねこのナイフトーク、これすごいいいナイフトークなんですよこれね。じゃあいただきます。バニラアイスをクリームのごとくのっけてですね、じゃあいただきます。あーまた合うなこれ。やばいわこれ、マジでうまいっすよこれ。バナナが熱されたことによってすごくねスイートポテトみたいな食感と味わいになってるんですね。なのにバナナのトロピカル感もあるって非常にね美味しい。ソース抜群。デュアーズのね甘い香りとオレンジの爽やかな香り、これがね複雑に絡み合ってですね、もう高級ホテルの最上階で食べるようなそんなデザートに仕上がってます。大人のデザートですね。デュアーズの香りも効いてますし、ナツメグの爽やかな香りも効いてますんで、昔レストランやりたくて自分なりに修行してた時期があったんですけども、これを目玉にしようかなと思ってたんですけども、レストラン経営は向いてなかったんで料理研究家になったんですけども、これはうまいですよ。あの時修行してよかったなっていうふうに思います。ホクホクのバナナと冷たいバニラアイスのこのコントラストがとまんなくうまい。僕のね、デュアーズで合うんですよね。デュアーズで香り付けしたデザートですよ。デュアーズが合わないわけないですよね。マジで美味しい。オレンジの果汁入れてあるんですごく爽やかなんですね。ペロリですよ皆さん。最初にデュアーズハイボールだけ飲んで終わんなくてよかったわこれ。うまっ。このね美味しさをね自分一人だけで独り占めしてるのはちょっと良くないなと思いましたんで、ちょっとスタッフを呼びます。あおーすごい最高の食感です香りが複雑すぎる、もう感動しかわからない。本当はもっと甘いんですけども、甘さはねちょっと控えめにしてます。途中で僕フランベやったんですけど、やってみたいなと思う方だけやってくださいね。あの火を使うのでちょっと危ないので、自己満足の演出なので、ご家庭で作る場合はですね、そのままデュアーズね 20cc バッと入れてふつふつに煮ればほぼ同じものができますんで、そういった形で、やってみていただければなっていうふうに思います。バレンタインとかに作ったらね絶対喜びますよこれ。ぜひ皆さんやってみてください。ということでですね、今回私が使ったデュアーズですね、こちらのデュアーズ箱ですね、これね僕が使ったカトラリーが入ってるんですよ。 Amazon でも買える数量限定のパッケージになってますんで、こちらもですねぜひチェックしてみてください。はい、あとですねキャンペーンとしまして、デュアーズ最強ペアフード決定戦っていうですねキャンペーンをやっております。こちらですね欲しいか分かんないんですけど、デュアーズにですね、私のサインを書かせていただく、こういうですねどうしようもないサインを書いてるんですけども、こちらの、サイン入りボトルが当たるキャンペーンをやっていますので、皆さんぜひご参加いただければと思います。